こんにちは今回はコアラ募金について説明します。えー、コアラホスピタルでオーストラリアで有名なのがポート・マッコーリーという病院です、えー。ここではクラウドファンディングの形式をとっていますので、まず皆さんサイト、えー、GoFundMe 画面のグリーンで書いてある文字を入力してください。で下の方に行きますと DonateNow というオレンジの囲みがありますから、ここをクリックしてください。 そして。 えー、何ドルオーストラリアドルですけども何ドルう募金したいかドネートしたいかの数字を入力します、えー、この15%って書いてあるところなんですけどもここはあの手数料というか運営費みたいなものでこれは選択できます逆三角形をクリックしますと 10%15%20%other と書いてありますが、まあ、10%でいいと思いますがそれをお選んでくださいそして皆様の 名前 your name first name は下の名前、ラストネームは名字ですね。あと、Hide name and comment from everyone。これはあの募金をした方だ,だとあの名前が表示されていくら募金したかが表示されます。HIKAKIN さんはあの YouTube でやっていらっしゃいましたけども、 1>, 1万5千ドル募金なさっていたと思いますのでの名前が出てました。でこの名前と金額をあの非表示に表示したくない場合はここにチェックを入れてください。そして e、Your E メール、YourE メールのアド,アドレスですね。あとで皆様のもとにあ,のありがとうございます、募金ありがとうございますの,あの返信が来ます。あと、Country は Japan。 ZIP コードは郵便番号です。で大事なところはその下の referred by optional Select Team m e メンバーとありますがここをクリックしてください。そして3番目にあるポートマッコリーコアラホスピタルというところを選んでください。 ここが一番重要かもしれませんあとは、えー、とこのクラウドファンディングはクレジットカードのみなので、えー、ビザやあマスターなどのあクレジットばあ番号ですねあとエクスピレーションイヤーとかって書いてありますがこれは有効期間のことです、えー、左側の方には、えー、何月の月ですねで右側の方には、えー、有効期限の,あの年数を えー、記入しますあとセキュリティコード、えー、と後ろの方の3桁4桁の番号をここに入れますこれだけですあとはドネートのこのオレンジの囲みをクリックすると完了、えー、しますこれだけです、えー、文字が薄くて、えー、見にくくてすみません、えー、これが一番確実な募金のやり方だとは思いますいろいろあるようなんですけれども、えー あとは、えー、と亡くなったあのボランティアの方でもあの日本の消防団のように、えー、消防士じゃない方が、えー、消防して亡くなっているその、えー、消防士の方への亡くなった方への募金とか。 あとは被災した方への募金この3つがメジャーな募金のようですが、えー、今回はコアラ募金についてやりました、えー、皆さんも小学で結構ですので、えー、コアラ募金をなさってみたらいかがでしょうか今回はコアラ募金のやり方について説明しましたそれではまた。